こんにちは、まみりんです。今日もご視聴ありがとうございます。昨日 YouTube コミュニティの方に週末生配信のお知らせ、そしてちょっとしたクイズを投稿させていただきました。コメントくださった皆さんありがとうございました。今日はいただいたコメントを紹介させていただきながら、クイズの正解発表をしていきたいと思います。はい、コミュニティの方を見ていただいた方はもうお分かりだと思いますが、はい、正解こちらでございます。魔人ブー編のみ挑戦か極限スーパーバトルロードをやっておりました。はい、バトルの様子もご覧いただきながら皆さんのコメントを紹介させていただきたいと思います。はい、バトル始まりました。1戦目2戦目はかなり時間がかかってしまいましたので倍速にてお送りいたします。はい、ご了承いただけると嬉しいです。それではいただいたコメントを紹介させていただきたいと思います。はい、まずはヨハンナさん、ありがとうございます。私が YouTube コミュニティ投稿したすぐ後にお返事をくださいました。ありがとうございます。はい、受け取っているミッションが2件だから、1つが魔人ブー編、もう1つは極属性のみクリアのやつと言ってくださいました。ありがとうございます。はい、正解です。すごい、よくわかりましたね。極限スーパーバトルロードの魔人ブー編をクリアした画像でした。はい、でもね、もう一つ極属性のみクリアはしていないんですよ。確かにミッション2つクリアしてるんですよね。確認してみたところ、両方ともステージ19魔人ブー編をクリアしてるんですよ。ミッションが2つありましたね。はい、ここに気づいたヨハンナさん、すごいなと思いました。ヨハンナさん、コミュニティの投稿を見てくださり、そしてコメントをくださり、本当にありがとうございます。はい、そして翔太さん、コメントありがとうございます。生放送を見た後に生配信、いいですね。クリアしたのは極限バトルロードの魔人ブー編かにゃーと言ってくださいました。翔太さんね、にゃんこを飼ってらっしゃるので、翔太さん自身もよくね、にゃんこに猫になりますよね。はい、生放送というのはドッカンバトル公式さんの生放送のことですよね。そう、明日1月29日の13時1時から公式さんの生放送があり、そこで8周年ガシャのキャラの性能などがね、紹介されると思うんですけれども、そちらもすごく楽しみですね。私も生で見たいなと思っているんですけれども、ちょっともしかしたら生で見れないので、私自分の生配信15時3時からやらせていただきたいと思っていますので、もし生放送見れていなかったら皆さんに教えていただくと思うので、公式生放送こんな感じだったよと皆さんぜひ教えてください。よろしくお願いいたします。はい、そして翔太さん、クリアしたのは極限バトルロードの魔人ブー編、正解です。すごいな、なんでわかるんだろう。極限スーパーバトルロード魔人ブー編、このパーリーでやってますが結構大変でした。これ倍速で、しかもかなりカットしてるんですね。まあ私毎回すごく悩みながらバトルしてるので、20分ぐらいバトルロードとかはかかるんですが、こちらはね30分かかりました。はい、かかりすぎ。でもあまり使っていないキャラを使ったりしたので、やっぱり性能の確認にとっても時間がかかりましたね。8周年は魔人ブー編もキーワードになっているので、新しいキャラをゲットして魔人ブー編のパーリーでもっと遊んでいきたいなと思っています。新キャラゲットできますように。はい、翔太さん、コメント本当にありがとうございます。はい、そしてメロンパンさん、ありがとうございます。よっしゃー、お知らせ待ってました。お邪魔します、楽しみにしてる。お菓子と飲み物持って遊びに行くよとコメントくださいました。ありがとうございます。はい、生配信にね来てくださるというコメントですね。クイズの回答はしていませんが、はい、やっぱりめちゃめちゃ嬉しいコメントなので紹介させていただきます。はい、私生配信はいつも3時間以上やらせていただいてるんですよ。なので
休憩を少し間に取らせていただいております。 2,3 分なんですけども、そしてその時におやつを持ってくるんですよお腹すくんですよね。生配信喋っていたり皆さんとおしゃべりしてすごく楽しくなるので、お腹が空いてくるので、はい、何かしらを食べるんですけれども、見てくださっている方も最近では一緒にお菓子を用意して楽しんでくれている方が多くなってきてとても嬉しいです。そしてね、何を食べているでしょうクイズというのも最近やり始めたのでそちらも生配信見てくださっている方はクイズの答えコメントしてくださると嬉しいなと思います。今週末の生配信は明日の日曜日午後15時からやらせていただく予定ですので、何を食べようかなと思っていますまた皆さんと一緒にまったりお菓子食べながらお話できたら嬉しいなと思っています。はい、メロンパンさん、コメント本当にありがとうございます。はい、そして TK ゲームチャンネルさん、あれフルネームそれでいいんでしたっけ。いつも TKG と呼ばせていただいているのでフルネームであまりね呼んでないので、はい、 TKG さんありがとうございます。お腹鳴らしながら行けたら行きますねえへーじゃないよ。はい、お腹鳴らしてるのはね私なんだよね。ぜひ TKG もお腹空かせてお腹を鳴らして一緒にお菓子を食べましょう。はい、どこだろう。あ、魔人ブー編だ。正解ですね。え、ステージ19ってうっすら見えますね。だってそっか、私が投稿した画像後ろの方にステージ19って見えてたんですねしまった、全然私気づかなかったはい、 TKG さん大正解。はい、コメント本当にありがとうございます。はい、そして00さんコメントありがとうございます。あー、わかんないや、留年確定やな確定やなってガッツポーズしてるね。はい、留年大歓迎です。マミリンマートからは卒業させませんので、ぜひぜひ何年も何年も何年も留年してとどまっていてください。はい、もう00さんは分からなくて大丈夫ですはい、コメント本当にありがとうございます。いつもありがとうございます。はい、そしてヤムちゃんさん、コメントありがとうございます。日曜日とメモメモ、うーん、ステージ86のヤムチャステージかな。外れたら留年か、やだなキャッキャ言ってますね。はい、まずですね、そうですね、生配信は日曜日、明日やらせていただきます。メモありがとうございます。ステージ86ってどこだろう、私には見えない、まだ未熟だからなのかな。外れたら留年ですよ。そうですよ、あー、そういうことねはい、わざと外してくださったということですね。ありがとうございます。もうヤムちゃんさんも卒業させませんのでお願いしますよ。あ、今ちょうどマジンベジータのアクティブを打っているところかな顔見えませんがごめんね皆さん。はい、今日は皆さんにいただいたコメントを読むというのがメインですので、バトルはね BGM として聞いていただけると嬉しいです。かっこいいですねマジンベジータ。はい、ヤムちゃんさん、コメント本当にありがとうございます。生配信来ていただけるのも楽しみにしております。はい、そしてピロピロさん、ピロリンさん、コメントありがとうございます。こんばんは、行きます。うーん、どのステージかな、魔人ブー編に一票だな、とコメントくださいました。ありがとうございます。行きますというのは生配信に行きますっていうことかな来てくださるのとっても楽しみにしています。はい、魔人ブー編正解ですね。すごいですね。皆さんやっぱりわかるのかな、ドラゴンボールの原作お好きな方は、やっぱり私のヒントの画像だけでわかったりするんですかね。それともドッカンバトルに精通しているからなんですかね。すごいな、ピロリンさんはきっとドッカンバトルプロフェッショナルなんでしょうね。うん、はい、コメント本当にありがとうございます。はい、そして猫魔人6さん、これ6って読んでいいんだろうか、いつもそうに読んじゃってるけど、
猫魔人さん、コメントありがとうございます。お疲れ様です、生配信了解ですとコメントくださいました。ありがとうございます。いつもねコメントくださって猫魔人さんありがとうございます。生配信も来てくださると嬉しいです。お待ちしてます。コメントありがとうございます。はい、そしてムニュさん、コメントありがとうございます。マミリンリン、お疲れ様です。こんばんは。魔人ブー編だな。おー、ムニュさんも正解だ。すごいな。はい、魔人ブー編、なんでわかったすごい。ムニュさんはいつもマミリンリンって呼んでくれるんだよね。かわいいよね。この呼び方、かなり私気に入っております。これからもぜひマミリンリンと呼んでください。コメントありがとうございます。はい、ということで今回 YouTube コミュニティの私の投稿にお返事をくださった方のご紹介させていただきました。動画にて紹介させていただいたので、文字でお返事は今回はご遠慮させていただきますので、ご了承いただけると嬉しいです。でも文字で返事が欲しかったなーっていう方がもしいらっしゃいましたら、この動画のコメント欄の方に書いてください。文字でお返事もさせていただきます。はい、ドッカンバトル8周年ももうすぐですね。明日の生放送、そしてガシャが何時に来るのか、とっても楽しみですよね。私はこんな感じで極限バトルロードをメインに、まだクリアしていないバトルを頑張り、龍石を貯めております。今ね500は超えました。うん、もうちょっと貯めたいなと思うので、時間がある限りバトル頑張っていきたいと思います。はい、そしてこちらの魔人ブー編、極限スーパーバトルロードですね、もう終わりに近づいてきたかな。はい、こちらの悟空がやってくれるのでしょうか。あ、今敵が必殺封じ入っている状態です。いきなりバトル解説に入るマミリン。このマジンベジータもかっこいいですね。今回ゲストさんにもお借りしています。はい、 KO なりました。でもねかなり時間かかっちゃった。本当にもっともっとキャラのことを勉強して使っていきたいなと思います。はい、今回はコミュニティに投稿したクイズの答え合わせをさせていただきました。いつもコミュニティの投稿を見てくださる皆さん、そして動画を見てくださってる皆さん、本当にありがとうございます。これからもぜひマミリンマートをよろしくお願いいたします。それでは今日もご視聴本当にありがとうございました。次も絶対見てくれよな。